5GTV。国際コミュニケーション学科4年の柳池遥です。国際コミュニケーション学科4年の永井月です。国際コミュニケーション学科4年の加藤真美です。国際コミュニケーション学科4年の西野真央です。じゃあ留学1年半年終わって帰国してからのなんかいろいろ変化ってあった？やっぱりなんか留学行く前はなんかあんまり積極的になんかしがない人とか、まあ、人見知りな部分は結構あったんやけど、なんか留学でまあいっぱい人と話して帰ってきたらすごい人と積極的に話せるようにもなったし、逆に日本でもまあ留学中もそうだったんだけど、なんか友達が結構できたかな。あんまり今まで喋らなかった人と。確かに、うちらだってね、なんか留学前そんなじゃなかった。初めましてくらいじゃない、留学で。まあほぼほぼほぼね。だからやっぱ明るくアウトゴーイングな性格になったね。かもね、かもね、かもね。まみたんは？私は TOEIC に対する意識っていうのが変わって、それまではやっぱり授業の単位を取るために絶対受けないといけない授業っていうものやったけど、帰ってきてからはその留学で培った自分の力を試すために一生懸命受けたいと思って、もう自分のためのテストって思って受けるようになったかな。すごい、TOEIC ね、受けるの結構プレッシャーかかるもんね。あれ勉強も大変やし、それまでやったらまあなんか何点でも受ければ単位もらえるしみたいな考えやったけど、そうじゃなくてもう単位もらえるのは当たり前で、どれだけ自分の最高点数を覆せるかっていう、それに挑戦できるようになりました。すごいです。マオは？マオは、私は勉強に対する意識がやっぱ変わったかなって思ってて、なんか留学前とかはなんかとりあえず学校行ってなんか授業を聞いて一日終わったみたいな感じやったけど、なんか留学行ってやっぱその勉強を一生懸命しとるそのアラブの人とかいろいろおったやんか。でなんかやっぱそういう人とかってすごいなって思ったし、帰国してからは本当になんか楽しいみたいな、新しいことを学ぶの楽しいって、なんか今更になってやけど、めっちゃ調整するようになった。そう、なんか一番目に見えて変わったよね。別人になって帰ってきたみたいな。そう、一皮むけてって感じになった。ね、はるかなんかあった？私はなんかアメリカの学生とかって結構なんていうか個人を大切にするっていうか、自分のしたいプロジェクトに参加しとるっていう感じがあって、大学のサークル活動みたいなやつでもなんか本当先生とか全くおらんのに生徒主体でなんかカフェみたいな、カフェコーヒーアワーっていうのがあって、そういうのとかやってて、あ、なんかすごいなって思って、大学のプロジェクトにもっと参加したいなと思うようになって、もぐもぐっていうなんか大学の、学生が集って、なんていうか学生が学生のために英語を勉強する企画とかを考えるっていう、そういうグループに所属したいなって思いになって、なんか留学前はそんな楽しいもんじゃない、大学のやつって楽しいもんじゃないやろって思ってたけど、そういうところに楽しさを見出せるようになったっていうか、なんかそういうのに参加するのが楽しいなって思います。実際やってみてどうだった、そのサークル？サークルもぐもぐ、もぐもぐは、本当になんかもぐもぐを通して
大学の先生と関わる機会も増えたし、あの生徒後輩と関わることとか先輩と関わることが増えて、なんかね、人脈、人とのつながりが増えたから、なんか社会をより知るようになったりして成長したなって思うようになった。なんか他変化ある？私も、うん、その留学から帰ってきてから1年生の時からずっとやりたいなって思っとった、オープンキャンパスのスタッフをに挑戦してみたっていうのが大きい変化で、本当やったら周りのスタッフは1年生の時からずっとやっとるんやけど、自分結構遅いスタートやったけど、でもやっぱりずっと気になっとったから、この留学から帰ってきたっていうのをきっかけにして、先生に思い切ってやりたいですって伝えて、でオープンキャンパスでも留学のこととかプレゼンしてって言われるようになったし、それで自分の経験とかをこうアウトプットする場も作れて、すごい本当にやってよかったなっていう経験をしました。でもまみちゃんめっちゃ留学から帰ってきて、なんかすごいなんか明るくなった。え、ほんまに？めっちゃ感じる。なんか確かに、うん、ほんまに。え、でも確かにね、明るくなんかすごいポジティブなオーラを感じる、うん、それは嬉しい。より喋りやすいみたいな。そう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 近い、うん、結構とっつきにくいって言われることもあるんやけど、それがやっぱそれもね、留学の力かな、うん、ね、柔らかい感じになる。それは確かに自分でも感じるかも、うん。まあ、ももぐもぐ SA やってたよね。うん、そうやっ た、ね、それやって、なんかそのもぐもぐ SA でなんか自分たちでその企画考えたりできたんだけど、なんかそれもなんかその自分たちが留学先で行っとった UCR っていう大学のところとなんか一緒になんかね、協定っていうのコラボして、そうそうそう、うん、コラボしてなんかハロウィンの企画とかなんかできて、それも留学行ったからそのなんか英語使ってあっちの学生とも会話できたし、なんか、ね、離れとってもそういうつながれる機会あったからすごい刺激的だったかな、うん、それはね、 UCR ってそういえばねコラボして、ね、そうやったね。だからあのこっち帰ってきて、あん時おったやみたいな、久しぶりみたいな人とかもおったから、確かにめっちゃ楽しかった。先生でってこと、うん、学生で、うん、あっちでおって、まあ、なんかたまにどっか行ったり遊んだりしとった人がたまたまそのオンライン上に参加してくれとったんや。そう、うん、だってあとやっぱそういうのの後輩は多分留学経験もないし、英語力もうちらの方がやっぱ留学してできるようになったから、そのアメリカ人とミーティングして、こういうこうこうこういう日時でこういう内容でじゃあミーティング始めようってやる時もどんどんなんかうちらがリードしてけるみたいな、してかんなんとかしてけるとかって思えたし、なんか留学で語学力が上がることで多分自信がつくんかなって、確かにそれはあるね、絶対 ね、そしたらね、何でもやってみようっていう感じの性格になるよね。5GTV